阪神タイガース9月初の連敗、貯金34。阪神が横浜に2対3で敗戦、延長10回の末に競り負け、甲子園で9月初の連敗となった。81勝47敗4分けの貯金34。10回裏に大山がソロを放ったものの、あと一歩及ばなかった。石井が今季初黒星を喫した。負けたで、あっさり。一点差が多すぎる。優勝してると負けても何も思わんくなったわ。横浜は甲子園最終戦か。 CS やばそう。去年熱帯してたハマスタで CS 勝ったやん。心配いらんよ。地球にエラーにむちゃくちゃやのに勝てへんかったな。大山ホームラン見れたからええわ。大山はようやっとる。大山20本打たんかな。大山のホームラン出てよかったな。小野寺陽子級選んだ。落ち着きある。優勝したんやからさ、小野寺出したでよ、スタメンで。みえちゃん使わず、小野寺使ってたらだと思ってしまうな。森下疲れとるな。森下はヒット止まると結構長いな。森下ちょっと休ませるのが良さそう。日本シリーズまであと1ヶ月もあるし、むしろ今は調子上げる必要ない。岡田も短期決戦あんま経験しとらんのよ。通算で1勝8敗や。それだけがちょっと不安やな。 CS のベンチ入り枠が面白くなってきたけど、岡田やから今まで通りになるんかな。ご視聴ありがとうございました。話題の野球情報をお届けしていますので、チャンネル登録をよろしくお願いします。